はい、こんにちは。占い評論家の岡田です。今日はですね、長い爪、それから狭い爪の話をしたいみたいと思います。こちらの画像の方にありますように、長い爪と言いますのは、見た瞬間長いと思うような感じのものでよろしいと思いますね。よく言えば芸術的、そして貴族的な感じというふうに思っていただければいいと思います。ただ、新陳代謝の問題がありますので、呼吸系はちょっと要注意ということになります。それから狭い爪ですね。やっぱり狭いとか小さいって、気が小さいとか寛容さがやっぱりなくなりますので、その辺やっぱり要注意かなっていうふうに思いますね。やはり心の広さはやっぱ爪に反映されます。もちろん何て言いますか、例えばすごく爪が短かったり狭くても、寛容さを心がければ、全くそれは問題はないんですよね。ただ、爪がやっぱり短かったり狭かったりすると、寛容さに欠ける傾向があるので、そこはちょっと気をつけましょうねっていう意味合いです。寛容さというのは、やはり心理学的にも、やっぱり円滑にやる方法の術の一つなので、ちょっとに占いでは、例えば気難しいとか昇進であったとしても、心がけ一つで結構変わる面はありますので、ぜひ寛容さっていうのは身につけておられた方がいいかなというふうに思います。はい、ではまたアップいたします。